より小さい大相撲7月場所、10日目、23日、愛知、ドルフィンズアリーナ。3段目の取り組みで、勝った力士が土俵下へと勢いよく落下。しばらく起き上がれなくなり、救護班が登場するハプニングがあった。あわやの事態だったが、その後、起き上がった力士は自ら土俵に戻り、無事がうかがえる姿が確認できると館内は温かな拍手で包まれた。映像、 実際の取り組みの様子ハプニングが起きたのは三段目22枚目千代の勝九重が三段目24枚目早南霊武蔵川押し立て投げで下した一番立ち合い下からあてがった千代の勝は組み止めて半身の体勢で右下手を取ると総南例の強烈な投げに振り回されながらも必死に応戦最後は土俵際で粘る相手に下手投げを決めた 容赦はもつれ合うようよに土俵下へと落下早難いはすぐに立ち上がったが千代の勝はしばらく起き上がれず手で鼻付近を押さえる仕草をし館内からはどよめきが沸き起こった審判の親方が「大丈夫か?」と声をかけ手を挙げると15秒ほどで救護班のスタッフと思われる人物が駆けつけただが千代の勝は大事には至らなかったようで 立ち上がると痛そうにしながらも意識ははっきりした様子で自ら土俵に戻り、観客からは温かな拍手が沸き起こった。千代の勝は3勝目、早南礼は3敗目。千代の勝が起き上がれなくなるハプニングに、ファンからは、どうした、大丈夫か。痛そう、と心配のコメントが殺到。その後、立ち上がって無事な様子が画面に映ると安堵の声が寄せられたほか、SNS 上では、 直後、審判員の親方が手を挙げて救急救命士を呼んでいました。そういう判断が早くなったのはいいことと思います。と、不測の事態でも迅速な対応ができる体制を評価する意見も上がっていた。ABEMA、大相撲チャンネル。